足りない、ごまかしといて。紺碧の空、だっぽくない？ちょっと暗すぎるよ、真っ暗すぎる。ちょっとすごい、またなんか落ちがありそうな気がするね。ウィング下げますか？え、ウィング下げる？950馬力ぐらいなんで、全く初めて来ちゃったからね。まあまあ300以上出てくれれば、まあ壊れないで300キロ出てくれる。楽勝ですか？みんなより馬力ないんでダメかな。いや、全然あの330ぐらいです。あ、出てます。ありがとうございます。もうちょっと行けるか。はい、でも今のは出てるよね。そうですね、壊れなくてよかった。今計測器のあたりが328.5。あ、足りない。ごまかしといて。後でお金払うから。328。まあとりあえず。ちょっと暗すぎるよね、真っ暗すぎる。見えない。いや見えるんだけど。320キロが1キロごとに10万円だからね、分かった。はい、もう払います、すぐ。現金持ってきました。ちょっとだけブース上げて、いやー、4本とも3キロに。もうこれでやります。
脱北ない？さあ今回ライズアップさんの車、はい、これ最高速やったんですけども、はい、まず車のね、はい、仕様をちょっと教えてほしいんですけども、はい、まあ、元々サーキット仕様で作ったんでエンジン的には、排気量変えずに HKS の 3.8 強化、単増ピストン、H 断面コンロット、カムスプリング、ガスケットぐらいでエンジンはもうノーマルの排気量のまま HKS の GT900 でエクテクでうちでセッティングして900リセッティングしてきたんで今まで950馬力950、エンジン的にはもうでも皆さんのもっとパワーが出てるんで、そうですね、うん、まあ、パワーは950で一応控えめにはなっちゃってるんですけど、はいはいはい、駆動系なんかその辺の強化っていうのも、はい、先月つくばを走った時に、クラッチ滑っちゃったんで、はい、一応急遽、今回は猫の強化ミッションに、クラッチは8枚ディスクにして、なるほど、アテーサを12枚入れて、はい、で後ろにカーボンのデフを入れてきた感じですね、はい、なんかね、はい、すごくこう、まあ、ベースこれねニスモなんで、はい、まあ、当然ベースがいいっていうのもあるんですけども、ものすごいなんかねバランスよくて乗りやすいんですよ、ね、あ、乗りやすかったですか、うん、一応足回りは、まあ、アラゴスターベースに、はい、まあ、潮平行してるんですけどうちのオリジナルで、でフロントが今28キロの後ろが40キロ、はい、40キロ、はい、なんかでもねその全体的なそのパッケージ、はい、エンジンパワーと、こう車のバランスが、はい、すごく良くて、でこれ多分おそらくもう100馬力とか、はい、ね、200馬力上げてくると、はい、またちょっと変わってくると思うんですよね、はい、すぐやってきますいやでもね、はい、そういった意味ではなんか このベース僕初めてあのねこういうパッケージ乗ったんですけど、はいはいはい、これすごいありだなと思います、はい、あのパワーがありゃいいってもんじゃないんだなっていう、うん、すごく最近、まあ、バランスは、はい、このニスモに対してどういうチューニングしたらいいのかっていうなんかお手本みたいな車だなって感じましたね、はい、ありがとうございます、はい、とにかくでもなんかあのニスモにニスモ自体がいいからもうあの、まあ、これ以上あんまりニスモ乗っちゃうとやらなくてもいいよねって思ったんだけど、やっぱニスモにこのくらいやるとさらにやっぱりその車の良さが出てくるんで、なんか本当その一言に尽きるな。だからね、あのニスモじゃないやって一生懸命みんな1000馬力以上に積んだりとかしてくるんですけど、なかなかねなんかこうあの痒いところに手が届かないみたいな、なんかそんな印象をいつも持ったんだけど、やっぱニスモベースの車乗るとやっぱこれ完璧だなって感じしますね。3号はいやもうね箱だよねやっぱね箱ですね、うん、でまあ特にさっきと走ってるともう前期型なんてもう使い物にならないぐらい実際はよれてるんで、そうなんでね、そこに今度ロールゲージなんか積んじゃうと余計悩んじゃうんですよね、はいはい、曲がらないとかね、もう曲がらなくなるトラクションかかんないとかね、はい、で重量も増しちゃうので、だからまあ意外とこのパッケージはありかなと思うんですけど、そうそうそう、まあ、うん、エンジンがね、排気量そのまんまなんで、あのそんなに 4.3 みたいに金額もかからないし、意外とこのパッケージはありかな、おすすめですねこれね、はい、おすすめなパッケージですね、はい、セッティングしてた時の感じは手応えはあったんですよ。で全く一からデータ作り直したんで、これひょっとしたらいけるかもしれんなとは思ってはいるんですけど、またなんか297とか8で終わりそうな。
なんか脱出スピードからして違ってたもんな。こっちをうまく出れるように調整してる。どんな感じですか。ウィング下げますか。え、ウィング下げる。やっぱブレーキ回らないね。回らない、回っていかない。はい、何回転ぐらいまで行ってるんですか。まあまあ6000いくかいかないか、5900ちょっとだと思う。多分結構今バンク踏んでったんだけどね、うん、だこう最後脱出スピードも全然違ったしあ、これ行ったかなと思った。いや、こっから回んないね、エンジンがね。最後もう全然こもう最後なんとか踏んでって、あの5900ぐらいかな。じゃあ簡単に言うと、バンクの脱出してグーッと踏んだ時とバンクの向こうの出口との車速はあんま変わらないぐらい。変わらない。あら、完全に引きずられてるね。エドリオに立ってもらうかもしれない。おい、遅い。なんでやろ。こっちの方がバンク頑張ってんだけど、うん、最高速遅くなっちゃった。こっちの。ありゃ。で、振動はこのウィングがダメなんだ。これダウンホース出ちゃって下げた方が、多分ボディに下がってボディに近くなった方が多分ふわつく、あの多分空気がちゃんと、ここのね流れが良くなってダウンホース出ちゃってるんですよ多分ね。なんか安心感は増しました。ただウィングが両端がバタバタしちゃって振動がすごくて。横山さん、はい、さあスープラですけども、はい、ね、前回300キロの壁が見えてきて、そろそろかなと思うんで今回持ってきたんですけど、今回どんな仕様で持ってきたんですか。前回は純正タービンのブーストアップやったんですけど、今回はタービンを GCC 社の、ハイフロータービン。なるほど、ハイフローですね、はい、エキゾーストがハウジングは同じなんですけど、はい、コンプレッサーハウジングを中から削ってちょっと大きい羽をしたと、はい、まあ、これでダイナパックで当社でテストしてた感じだと25-26馬力は上がって、でグラフのラインの上がり方もこれひょっとしたら300ギリギリいくかなっていう手応えをつかんだんで、ちょっと今日は歴史的な日になるだろうというような期待を込めてきたんですけど、いやーなんかね、まあ悔しいなと思う。あの乗った感じ、うん、すごくブースのかかりもいいし、あのピックアップ良くて、パワー出たなって感じしたんですけども、うんうん、どうもやっぱりその回転上がってって、うん、ギアを上げてってしまうと、うん、
あんまりこう、そうなんですよね、あんまり変わらないなっていう印象が強くて、結構頑張ったんですけどね、熱だれもあるし、はい、なんかね、その280キロぐらいから何か、そうなんですよ、なんかあるんですよね、はい、260、70まで行くんですけど、そっからがちょっとね、まあ分かりやすく言うと押してくれないっていうか、なんか力がないんですね、うん、ってことは馬力上げたにもかかわらずダイナパックでも綺麗に回る、しかし実走コースしてこのステージへ来るとそこから伸びていかないっていうことは、なんかコンピューター上で制御が働いてるんかな。 あのねやっぱ280過ぎてから、うん、なんかちょっとこう壁というか、うんうん、マップでもあるんすよそれ。あ、そうなんですか。怪しいのがいくつも。へえ。なんか、ね、そこまで すんなりじゃないんだけど行って、うんうん、あ、これいけんのかなと思ったら、そこからもううんともすんとも柔らかくなる、うん、なんかウィング変えたりなんかしたんですけど、うん、あれもちょっと逆効果だったり、うん、なかなか難しいですね。難しい。なんとかね、うん、その大台に乗せたいんですけど、うん、はあ、なかなか GTR みたいに簡単にいかないですね、うん400R はね素直に行けたんやけど、ね、やっぱりこのトヨタの91スープラはまあボッシュのコンピューターっていう難しい、何グラム空気入ったから何 cc の燃料を出して空燃費をいくつにしてっていうセッティングが普通にできるのが 400R で、スープラは全てがトルク制御なんですよ。はい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 。この回転数は何キロのトルク、この回転数は何キロのトルクっていうのをトルクで全部制御してて、ね、でブースターツもだからブーストをコントロールするっていうことができないんですよ、うん、トルクで全部コントロール。だからね、僕ら走り終わった時にどうもトルクがついてこないって話してるじゃないですか、うん、言ってる言ってる。その270超えて80超えて、なんかね、いや行きそうなんだけど、もうふってなんかね、やめられちゃうんですよ。なんか僕一生懸命、あれ俺全開に合ってないのかなと思ったら、もうこれ以上アクセル踏めないし、でそこがね、ちょうど5500回転ぐらいのところでからですよね、多分ね。そう、そっから、はあ、そこからブースター2上げれない、要はトルクを上げれないんですよ、うん、トルクの数字を上げるとブースター2も上がってくれるんですけど、でもそこは上がらないんですね。上げれない。そうだから700、800ぐらいまでは回るんだけど、うん、もうブーストがかかってないんですよ、うん、そうそうなんです。 それはなんでかっていうと、多分圧縮比が高すぎるなと思うんですよ、うん、この前期型は、ね、11以上の圧縮比があって、点火時期も進められない、ただポンプロスが発生して、でそこら辺を多分ボッシュやら BM は分かって、後期型の91型になってからエンジンの圧縮比を 10.2 まで下げてきた、ね、下げてますもんね。そうなんですね。だから後期型の91はそこはスーッといってくれるはずなんですよね。だけど前期型は多分まだ失敗作だよこれ、正直。まあ失敗作ですね。失敗です。これ後期にすればいいじゃないですか。いや後期あるんですよ。じゃあそれにしましょうよ。いや後期型まだコンピューターいじれないんですよ。あ、そうなの、うん、なかなかそこはいやらしいですね。だからトヨタさん、Z に負けないっておっしゃってますけど、本当ですか？コンピューターいじれるようにしてください。そこが先ですよ、まあ、そうですね、もうその時点で負けちゃってますからね。そう、もうなるほど。そのステージに立ててないもん、 Z ね、足もいいですからね、うん、悪くないですよあれは。まあでもちょっと頑張って、はい、もうちょっと頑張って、はい、トライしましょう、はい。